ホームの北九州、アウェーの沼津を迎えての J3 リーグ第4節です。前半いきなりゲームが動きました。砂森のクロスにこの畑がセットプレーからヘディングで決めました。このあたりのことは練習をしていたという畑のコメントもありました。バックヘッドをしっかりと決めています。そして北九州、元山から内藤のクロス、ファーサイドで安藤ミートしませんでしたが、北九州前半決定的なシーンを作りました。前半の41分、このフリーキックで最後は有園、相手のプレッシャーも厳しかったんですが、なんとか頭に当てていったんですが、クロスバーの上でした。前半最後のシーン43分、砂森のクロスに対して太田でした。太田今日ゴールは生まれませんでしたが、積極的に決定的なシーンを作っていきました。エンド変わって後半、北九州後半の14分、ペース4から中へのボール、内藤が飛び込んでいったんですが、これがポスト。今日一番惜しかったシーンとなったのがこのシーンです。後半15分、今度は沼津です。前へのボール、太田がここでしっかり時間を作って、畑が狙いすましてゴールの中へという今日2ゴールです。ここでしっかりと太田が中を見ながら相手との距離も測って、最後は畑。北九州のこの守備陣も崩されてしまいました。そして後半、こちらが最後のシーン、アディショナルタイムです。北九州、内藤のボールに対して前田のシュートは枠の下でした。開幕戦でゴールを決めていました。今日のゲームは途中出場の前田ではあったんですが、ゴールを奪うことはできませんでした。このまま2対0、アウェーの沼津が勝ちまして、開幕から3連勝を飾っています。